ずっと外出て遊んでサッカーしてでしたね。小中高とサッカー漬けの毎日を送っていた川岡明弘さんが専門学校で税理士試験に見事合格しました。ドリーム&ドリーマー、経営を力強く支えるビジネスドクター、税理士。松山市阿蘇田町にある税理士法人ビジネスソリューションズ。経営に役立つデータを分析提供し、会計税務や経営面のアドバイスを行っています。この税理士事務所で働く川岡明弘さん、実は川岡さん大原簿記公務員専門学校愛媛校で輝かしい成績を残しました。それは税理士試験の完全合格。完全合格とは、税理士試験全11科目中必須科目を含む5科目を取得することを言います。1科目でも合格することが難関と言われる税理士試験を川岡さんは見事在学中に達成しました。入った時は最初は最下位から始まって、このタイミングで火がついたのかは分かんないんですけど、その努力だけでは負けたらいかんなっていうのが最初あったんやと思うんですけど、そっからはもう資格取るために必死で1日12時間くらいしよったと思いますね。猛勉強の末、税理士試験合格という夢をつかんだ川岡さん。しかし実際に働いてみると、仕事は数字を計算するだけではなかったといいます。全然違いましたね、イメージとは。こんなにコミュニケーション力いるんやって、会社周辺の知識っていうのが必要になってくるんで、知らないと数字見てもその数字の意味付けっていうのができないので、より良いアドバイスをするためにはまず相手を知ることから。川岡さんは日々顧客先を訪問し、数字を分析、その会社に合った提案を心がけています。何より大切なのは信頼関係を築くことだと言います。日々のそのかかりつけ医みたいな形でお客さんとコミュニケーションをとって、まあ、悩み事とかニーズを引き出して、我々が数字でご説明できるようなお手伝いをするのが一番大きな仕事かなと思ってますね。責任感が結構重いと思うんですよね。その責任感が楽しさにつながってくるとは思うので、何でもやるようにはしてます。大原簿記公務員専門学校愛媛校では、ご覧の日程でオープンキャンパスを開催します。ぜひご参加ください。